とべ、メンバーの熱狂的な生配信、とべ版、期待を裏切る意外な視聴者数にファン驚き。とべの生配信の歴史と成功。とべ、トービー、芸能事務所が、11月25日に公式 YouTube チャンネルで開催した生配信、とべ版が話題となっています。とべは滝沢秀明氏によって立ち上げられ、過去の生配信では、元 V6 の三宅健や、元キスマイフット2の北山博光、インプ、 など、豪華なメンバーが一堂に会していることで知られています。特に、過去の生配信では100万人を超えるリアルタイム視聴者数を達成し、注目を集めてきました。日展、トべ版の予想外な結末。今回の、トべ版では、過去の成功に続き、トべ所属のタレントが総出演。しかし、期待されたほどの視聴者数が集まらなかったことが話題となりました。 配信内ではトークと VTR が中心で、歌やダンスのパフォーマンスは期待外れとなり、一部のファンからは残念なる声も上がりました。配信時には、他の地上波バラエティ番組の放送もあり、これが視聴者を分散させた要因と見られています。3点、ファンの反応と期待。一部のファンは、飛べ版の配信は面白かったが、歌やダンスのパフォーマンスも見たかったという意見が寄せられました。 トベの生配信はこれまでクオリティの高いエンターテインメントを提供しており、期待が高まっていただけに、今回の内容に対するファンの反応は興味深いものでした。次回の生配信に向けて、ファンたちはどれだけの期待を寄せるのか、注目が集まります。4点、影響因子の分析、地上波の同時放送と視聴者分散、トベ版の生配信と同時に、 地上波では旧ジャニーズの嵐、相葉雅樹が MC を務める、ああ、みんなの動物園や、セクシーゾーン、菊池風魔とスノーマン、向井浩二が出演する、芸能人が本気で考えた、ドッキリグランプリなどのバラエティ番組が放送されていました。これが視聴者の分散につながり、飛べのリアルタイム視聴者数が最大で30万人ほどに終わったと考えられます。競合する番組が同時に配信される状況で、 視聴者の取り込みは難しい状況となったことが影響した可能性があります。5点、次回生配信への期待と課題。トべは次回の生配信を12月24日に予定しており、クリスマスイブの特別な企画が期待されています。今回の反省を踏まえ、トべはどのようなコンテンツで視聴者を引き込むのかが注目されます。ファンは歌やダンスのパフォーマンスを期待する一方で、 トークや VTR の魅力も高く評価されているため、バランスを取れたエンターテインメントが求められるでしょう。トベの挑戦と今後の展望。トベの生配信、トベ版は、一部のファンの期待を裏切る結果となりましたが、これは競合する地上波番組や内容の違いに起因するものと考えられます。次回のクリスマスイブ生配信では、トベはファンの期待に応えるべく新たな試みを行うことでしょう。一方で、 競合番組との競争は避けつつ、視聴者の多様な要望に対応することが今後の課題となりそうです。飛べの挑戦は続き、ファンとのコミュニケーションを深めながら、視聴者を引き込む新たな可能性が広がっています。